から遠目から打つということが必要ですよね。長谷川はヘディングのゴール前ですからそこまでまだ行ってない。またチャンスになります。相馬のセンターリング、よし、シュー、やりました。日本1点を返しました。森島、日本代表となって初ゴール。前半の36分、さあ日本の反撃開始。カンポスの堅陣を破りました。素晴らしいですね、このゴールは。素晴らしいゴール、はい、左の相馬から15番の森島、低くて速いゴールをね、初めてのゴールです。結局ね、左のサイドバックの相馬がオーバーラップしてね、このパスバックからですね、ここから来ましたね、森島が自分のポジションからですね飛び出していって、センターバックのポジションでのシュートということで、2ついいプレーが重なりましたもんね。博多の森球技場盛り上がります。この森島のゴールで総出しでした。まあ、森島のこの活動範囲の広さっていうのが今の1点に結びつきましたね。見事な点数だった。このカンポス、世界でも有数のゴールキーパー、この堅陣を破りました。